って書いてある。あ、変わっちゃったけど、今ライオンシティとこれが敵のチームかな。全然分かれへん。ゲームオン。AIA 何の略だろう。あ、ライオンシティ。シティとアビレックス新潟。これがチケットの別なのか、それとも違うの別なのか。あ、これはもしかして並んでるかな。まあ、サッカーの試合前の練習中みたいな感じで、完全に入場ゲートでテンパりました。もう全く訳が分からずテンパって、完全にこれ新潟のアビレックスのやつじゃないって、多分敵チームのなんか応援するための風船みたいな。結構フィールドがさ、あんまり余白がない感じやな。ほんまにすぐそこで試合って感じやな。気ぃつけなさ、サッカーボールさ、飛んでくるぐらい近いね。じゃあヘディングシーン。盛り上がりがすごい、すごいファンの盛り上がりが、この感じはなんかさ、あれやな、久しぶりやな。なんでやろ、暑いからかな。まだ時間があるのにさ、ほら、まだ25分しか経ってないのに、なんか休憩が。え、そんなルールあったっけ。こっちの東南アジア限定ルール、僕が知らんだけ。なんか一瞬やった、一瞬途中休憩があったな。熱中症になるからかな。え、知らんかった。いい試合やったな。でも見せてもらうかな。思いのほかかなりのな、甲子園でいうライトスタンドな。甲子園でいうライトスタンドやったな、完全に。面白かったけどちょっと疲れたな、家帰ってご飯食べような、はい、じゃあ今日は
とシンガポールでサッカーを見てきました。はい、ではまた。